阪神タイガース、2018年最下位でした。これわらわら。たった5年で立て直したのすごくね。金本が叩かれまくって気の毒。野村時代より2018のがマシなのに。金本、矢野が育ててどんでんで花開いたんや。金本がつき、矢野がこねし、天下持ち座りしまま肉は岡田。耳がつき、先生がこねし天下持ち、座りしまま肉はどんでん。金本が一回、ぶっ壊したから今があるんやぞ。高山、鳥谷、糸井、ロサリオ、福留、糸原、中谷、梅野、北条、こんな感じやっけ。当時は糸井福留が主力。北条と糸原でポジってた。ドラフトとベテラン一気に切って変わったな。しかもと入団が歴史の転換期やな。こっからほぼドラフトだけでチーム作ったな。逆にこのチーム引き継げーで4年連続 A クラスの矢野先生、すごすぎんか。矢野はようやっとる。二人ともほんまにサンキューやで。